ペンタックスペンタックスの写真レンズ製品一覧ペンタックスの写真レンズ製品一覧はペンタックスがリリースしたレンズ交換式カメラ用の写真レンズ関係の製品の一覧であるペンタックスにおいての交換式レンズ製品は光学性能だけではなく新旧レンズ群の互換性も重視されており同系統の開放速攻対応マウントであれば 同じレンズを最新のオートフォーカス機と過去のマニュアルフォーカス機でも開放速攻で使うことが可能である。シリーズ名の変更は主にコーティングの変更、シリーズに合わせたデザインの変更であることが多く、またマウント側の機能とボディ側の機能が必ずしも同一ではないので注意が必要である。ペンタックス発のカメラ製品はレンズ交換式一眼レフカメラであるアサヒフレックスであった。 そのアサヒフレックスは日本初の 35mm フィルムを使用する一眼レフカメラであり、日本の一眼レフカメラの歴史はそこから始まったと言っても良い。その専用交換式レンズよりペンタックスの 35mm 版用写真レンズの歴史が始まる。当初は車内に交換写真レンズ設計者がいなかったため、光学設計は外注によるものであったが、 自社設計するようになり、世界初の多層膜コーティングである、スーパーマルチコーティングを開発するまでになった。一方、レンズを装着するマウントであるが、アサヒフレックスより、レンズ側に、おねじ、マウント内頸部に、メネジが切ってある、いわゆるねじ込み式マウントが、長期にわたって採用されていたが、その構造上レンズ装着時の定点に、個体差があり、 カメラの鋭意化の要求の高まりに伴って、レンズ、ボディ間の連動が容易に実現できるバイオネット式マウントが求められた。極光学工業も早々に水面下にてバイオネット式マウントへの移行を見据えて、研究、開発に着手しており、中盤カメラである67で初めてバイオネットマウントを導入し、1975年の発売に 35mm 向けも、 K シリーズからバイオネットマウントを採用した。特に 35mm 向けのマウントを K マウントと呼び、その後の AEAF 化やデジタル一眼、レフカメラにおいても引き続き採用しており、フィルムと CCD という観光媒体の違いはあっても 35mm 万用レンズの使用が可能である。FI37mm スクリューマウント、ボディとの連動は全くない。 まだ逆望遠型のレンズ設計手法がないため、広角レンズに乏しい。あとプラクチカスクリューマウントボディに使用できるアダプターが無償配布され、手動絞りで使用可能であった。タクマーの名前は創業者の弟で、写真家の梶原タクマに由来する。一覧については、EN、タクマーを参照のことハイ 42mm スクリューマウントである。 プラクチカマウント用レンズ群。S レンズとも呼ばれ、アサヒフレックス専用マウント用レンズ群に引き続き、タクマーブランドを冠された。専用マウントを採用したアサヒフレックスとは異なり、当時すでに世界標準マウントの一つであった、P マウントが採用されているため、同マウントであれば、他社のボディにも使用可能である。マウント変更の理由は、光景の拡大と輸出を考慮したためであった。 光景の拡大によって、光学設計の自由度が増しレンズのラインナップも豊富になった。また、アサヒペンタックスシリーズ機が世界的なヒット商品となったため、タクマーの名は世界に知れ渡ることとなる。マウント構造の単純さと精度から、P マウントのレンズは、黎明期の一眼レフカメラの普及と進歩に貢献したが、カメラ技術の進歩により、極光学工業も早々に、 水面下にてバイオネット式マウントへの移行を見据えて研究、開発に着手しており、K マウントシリーズからバイオネット式マウントに移行している。しかし、現在も P マウントレンズ、K マウントへの純正、マウントアダプター系が提供されており、デジタル機を含む K マウント機のボディでトーレンズ群を使用することが可能である。また、 国内で入手が絶やすい M42 マウントレンズとして、当レンズを他社のプラクチカマウントのボディに装着して使用するファンもいる。初代、アサヒペンタックス用レンズとして登場したレンズ群である。ボディ側との連動機構は一切なく、手動絞り、あるいはプリセット絞りなどの全マニュアル操作。半自動絞り機能を実装したアサヒペンタックス系の 対応レンズ群として登場した。手動絞りから一歩前進し、シャッターレリーズと連動して設定値まで絞りが絞り込まれ、撮影後レバー操作にて絞りを開放まで復元させる方式。完全自動絞り機能を実装したアサヒペンタックス S3 とともに対応レンズ群として登場した。シャッターレリーズからの一連の工程である絞り込み、絞り開放復元操作までが、 全自動化され、ようやく現代のレンズの絞り込み機能が形となった。ボディ側のファインダー像は、シャッターレリーズによるミラーアップ状態時を除けば、常に開放状態なので明るくなったため、合掌操作性が大幅に向上された。一部にスーパータクマー名ながら SMC が施された個体があり、スーパータクマー2と通称される。開放速攻機能。 絞り優先オート露出機能を実装したアサヒペンタックス ES の新機能に連動する対応レンズ群として登場した。この P マウントの限界まで突き詰めたシリーズ最終レンズ群は対応ボディである ES、エシーと共に次世代のバイオネット式マウントへ切り替える契機となり、今日まで続く SMC ペンタックスレンズ群のひな形となったが、 その引き換えにこのレンズ群の未極光学工業の独自企画品となってしまい、他社の P マウント機種では完全自動絞りレンズとしてしか機能せず、ユニバーサルマウント用レンズとして最も重要な要素の一つである完全互換性を失ってしまった上、構造がありながらも互換性を重視するあまりバイオネット式系マウントへの移行が遅れた。コーティングはアメリカのオークライトの技術提携により、 最大7層膜に及ぶ独自の多層コーティングであるスーパーマルチコーティングが施され、色調の補正、逆光性能、透過率の大幅な向上が図られ、多層コーティングといっても2層が常識であった1971年、当時の工学工業界で大きな話題を呼び、その後のコーティング技術の躍進に大きな影響を与えた。また、スーパーマルチカッテッドタクマー表記のものもあるが、 距離リングのデザイン以外同一である。レンズにホタル石や溶融石栄等、ガラス以外の素材を使用し、可視光域以外でのピント補正を不要にしたレンズ。カメラレンズへのホタル石の採用は世界初だった。1975年、バイオネット式マウントである K マウントを採用した。マウントの口径が 42mm から 45mm へと、 拡大されたことによって、プラクチカマウントでは、不可能であった50メートル MF1.2 など明るい、大口径レンズの開発が可能となった。また、バイオネット式を採用したことで、レンズ装着時に定点が固定されたため、開放速攻や絞り値優先自動露出も容易になった。また、初めから基本的な連動機構を備えていたため、互換性を保持したままで、 機能の追加された拡張マウントが後に登場することとなる。大ヒット商品であった P マウント機からのマウント変更の印象が強かったためにあまり知られてはいないが互換性の保持が重視されており M42 レンズを使用できるようアダプターが廉価に用意され仕様が公開されたユニバーサルマウントでありリコーなど他社のカメラレンズにも採用された。 また近年に登場した絞り感を廃止したレンズを除けば最新レンズ群である DFA レンズであっても初代のフィルム系シリーズ機で使用可能初代 K マウント機の一つであるアサヒペンタックス KX の絞り直読みも可能な仕様である。また1975年発売のレンズも現在の最新機種でアダプターなどを用いず使用することができる。 ブランドは長年にわたって親しまれてきたタクマーと決別し、新たに SMC ペンタックスを冠した。初代 K マウント用レンズ群。バイオネット式の初代 K シリーズカメラの登場に合わせて用意された。初代ゆえに特別なシリーズ名は付けられておらず、便宜上 P レンズ、K レンズなどと呼ばれることが多い。その多くのレンズ群は、 従来の S レンズの光学設計を踏襲しているが、標準フィルター計画長に伴い、新設計のレンズにおいては大型で重いレンズが多い。ほぼ1年後に新設計の M レンズ群が登場したため短命に終わったレンズもある。通称 M レンズ。小型軽量設計の M シリーズカメラの登場に合わせ、その多くが小型軽量化を目指し新規設計された。 フィルター系も多くがファイ 49mm となっている。機能的には P シリーズと変わらない。ペンタックス発のオートフォーカスカメラペンタックス ME-F にのみ採用された KF マウントに対応するオートフォーカス機能対応レンズ。後に登場する F レンズ以降のものとは異なり、レンズ側に駆動用モーターと電池ボックスを搭載する方式。肝心の実用面では、 交渉速度や携帯性などを含めまだまだ大きな課題が残されており、一種類のみの発売で終わった。通称 A レンズ。新規のカマウントに対応し、さらに新コーティングを採用したレンズ群である。見た目上は K、M レンズ群と類似するが、絞り機構の精度の向上のため、絞り機構が大幅に見直されて、新設計され、対応機種ならば、 絞り感に追加された A ポジションに設定するとレンズの絞り値をボディ側から制御できこれによりシャッタースピード優先自動露出やプログラム露出が可能になったこのシリーズよりプラスチック外装が標準となるモノコーティング仕様で SMC のつかないレンカバコスミカやタクマーブランドで登場したもの後述する FA シリーズのリリース後に FA とほぼ同一のデザインを採用したレンズもある。SMC Pentax A15mMF3.5、SMC Pentax A20mMF2.8、フードメガヘルツ RB 併用、SMC Pentax A85mmF1.4、SMC Pentax A マクロ 100mmF2.8、SMC Pentax A Zoom 70から 210mMF。 4通商回レンズ。ペンタックス発のオートフォーカス式、本格システムカメラである SF シリーズボディと共に登場。新たなオートフォーカス機能を実装したキャフマウントに対応した新時代のレンズ群である。レンズ側にロムチップを搭載し、電子接点とカプラーが追加された。外装デザインは、 SF シリーズ一眼レフカメラと共通の従来のイメージを一新するものであったが、多くのレンズは従来の A レンズの光学設計を踏襲し、コーティングを変更して、回レンズ化したものであり、焦点距離のラインナップもほぼ同じであった。共同の各数値を示す文字が掘り込み処理されていたり、それが派手な色分けをされていたり、フィンガーポイントがついていた。 モノコーティング仕様で SMC のつかないレンカバンやコスミカやタクマーブランドで登場したもの、後述する FA シリーズのリリース後に FA とほぼ同一のデザインを採用したレンズもある。通称 FA レンズ。Z シリーズの登場に合わせ、従来の F レンズをよりオートフォーカス仕様に最適化したデザインに変更し、さらなる機能拡張をしたレンズ群である。新たに、 レンズ内蔵ロムチップにレンズの MTF 値データなどが追加された。また Z シリーズより採用された新マウントである c a f にマウントで追加されたパワーズームをはじめとする各種ズーム補助機能に一部のズームレンズが対応した。かなりのロングセールスになり時期によってデザインが大きく異なるのも特徴である。初期の FA レンズは大型のボディである Z シリーズに合わせて 光角性能を最重視し大型共同のものが多く、また強同が金属製の機種も存在した。しかし、小型軽量ボディである MZ シリーズが主流となるとそれに合わせて、レンズも小型軽量化され、花型バイオネットフードの採用やオートフォーカス機能の高速化などに重点が置かれるようになった。型番に AL が入っているレンズは、 ハイブリッド非球面レンズを使用していることを示す。キャフマウント SMC ペンタックス FA14.5300mmF&ED キャフにマウント通称 FAJ レンズ。ペンタックスイストと共に登場した。絞り感の省略、プラスチックマウントの採用、樹脂非球面レンズの採用など、コストダウンとさらなる小型軽量化を図った、新時代のオートフォーカスレンズ。 単焦点レンズは存在せず、安価なズームレンズばかりのラインナップだった。カマウント実装機種は、ボディガーによる絞り制御が可能であるのにもかかわらず、ボディガーで絞り値を直接制御できる機種が少なかった、ため、フルスペックで使用できるボディが限定されてしまった。通称 DA レンズ。ST ドシリーズに搭載されている、撮像素子専用に、最適化した、光学設計と、 コーティングが施された、ペンタックス発の K マウントデジタル一眼レフカメラ、専用レンズである。外装デザインは FAJ レンズを踏襲し、絞り感の省略も継承されている。24-36mm 半のフィルムカメラには、イメージサークルの違いや絞り機能の問題から、使用不可とメーカーはアナウンスしている。オートフォーカスモードのままピントリングのマニュアル操作が、できる クイックシフトフォーカスシステムがほとんどのレンズに搭載されている。また、レンズ第一面に汚れがつきにくく落としやすくした SP コーティングが数多くのレンズに採用されているほか、一部の高級レンズにはレンズの反射光を低減し、光の透過性をより高めたエアロブライトコーティングや HD コーティング等の技術が採用されている。レンズあるいは型番に オータムウィンターが入ったレンズは、防塵防滴構造を、型番に WR が入ったレンズは、簡易防滴構造をそれぞれ採用している。オートフォーカス機能の対応については、既発売の K マウントデジタル一眼前ボディに、オートフォーカス対応するボディ内、モーター方式のキャフマウント、レンズ内にオートフォーカス駆動モーターを内蔵した、キャフ2マウントとキャフ3マウント、およびレンズ内、 モーター方式で絞り駆動機構を電磁式にしたキャフ4マウントがある。キャフマウント、キャフ2マウント、キャフ3マウント、キャフ4マウント通称 DFA レンズ。24-36mm 半のイメージサークルをカバーしながらデジタル一眼レフカメラに最適化された光学設計、コーティングを施された。DA レンズ同様。 オートフォーカスモードのままピントリングのマニュアル操作が可能なクイックシフトフォーカスシステムを採用している。フィルム一眼レフが併売されていた最初期に発売された2本のマクロレンズ以外は絞り感が省略されている。キャフマウントキャフ3マウントキャフ4マウントボディガーのマウント規格は合計 72.0mm。 フランジバック 84.95mm、主に広角望遠レンズ用の内爪マウントと、超望遠レンズ用の外爪マウントのダブルバイオネット、式になっている。アサヒペンタックス67と、その外観を、マイナーチェンジしたペンタックス67、および、絞り優先 AE と多分割速攻の機能が、搭載されたペンタックス6 7 i で交換レンズが使用可能。 初期の SMC タクマーレンズでも67通の多分割速攻が機能する。最初に発売された時はカメラの名称はアサヒペンタックス67であり、レンズ名称はタクマー、スーパータクマーであった。SMC タクマー 6X7150 メートル MF2.8 マルチコートされた SMC タクマーに切り替えられた。原則ペンタックス名に切り替えられてからも、 そのままカタログに掲載されていた SMC タクマーレンズもある。SMC ペンタックス 67LS165 メートル MF4 ペンタックス67以降に発売されたレンズ。同スペックのタクマーレンズで外観をマイナーチェンジしたものもあるが、光学系を新規設計したものが多い。ボディ側のマウント規格は、合計72.0ミ、mm、リメートル。 フランジバック七七十点八ミリメートル。ペンタックス六百四十五オートフォーカス対応のペンタックス六百四十五 n と、そのマイナーチェンジ版のペンタックス六百四十五に、および、中盤デジタルのペンタックス六百四十五 d と六百四十五 z で、使用可能な交換レンズが用意されている。ペンタックス六百四十五と共に登場。マウント内側にマルチモード用の接点が、 設けられており、シャッター優先 AE やプログラム AE にも対応している。ポーラリーズというコンピュータレンズ設計技術が活用されている。645N と 645N のボディ内、モーターオートフォーカスに対応したレンズ。645にもマニュアルフォーカスレンズとして使用できる。光学系を中盤デジタルに最適化したレンズ。四十五 a f にマウントのレンズでは、 絞り感が省略されている。645AF マウント 645AF にマウントイメージサークルを 645D と 645Z の撮像素子に最適化したレンズ。絞り感は省略されている。645シリーズのフィルムカメラでは実質使用不可。2011年6月に発表された Q マウントはペンタックスのデジタル一眼カメラ。 レンタックス級に合わせて作られた。高画質を追求した交換レンズ。メカシャッター、自動絞り、オートフォーカス機構、ND フィルターを全てのレンズ内に持つ。小型軽量、リーズナブルな交換レンズ。マニュアルフォーカスレンズシャッターなし、絞り固定。オート110の絞り機構はカメラ本体側にあり、レンズ側にはない。絞り値は、 すべて回2.8で統一されている。レンズはすべて単層コーティングであり、マルチコートを示す SMC の文字は入っていない。ライカマウントレンズの一覧ペンタックス参照。レンズとは、その妥協のない光学設計と、厳しい撮影環境に耐えうる、剣道性が確保されている、プロ用途も考慮された高級レンズ群である。そのため、大口径でかつ、妥協のない、 性能を最重視した贅沢な光学系が採用されている。K マウント機用と67用の M レンズ群により、始まり、後に645用目あり使用プラットフォームのレンズ群に合わせてシリーズ展開された。最新の DA シリーズ、DFA シリーズでも展開されている。K マウント機用の FA レンズ群には、AF、MF1 タッチ切り替え式フォーカスリングが採用されて、 いるのに加え、ズームレンズには、電動ズームが採用されており、実用面にも細かい配慮が施されている。DA レンズ群、DFA レンズ群は、すべてレンズ内モーターを採用し、加えて、防塵防滴仕様である。小型軽量と機動性を標榜する、ペンタックスレンズ群の中では、サイズも大きく重いが、その性能に対する信頼性は高い。リミテッドレンズとは、 アルミの削り出しで作られた質感への高いこだわりを持った小型高級高性能ブランドレンズ群のことである。2021年4月現在、35mm 半フィルムカメラ及びフルサイズ半デジタルカメラに対応した FA シリーズと APS-C 半デジタルカメラ用の DA シリーズが存在し、コンセプトの相違はあるものの、両シリーズともに、 所有する喜びに重点を置いて作られているのが特徴である。また、レンズのキャラクターに合わせ、レンズごとにそれぞれ異なる構造のレンズフードを採用している点も特徴の一つである。2021年4月現在、FA に3種類、DA に6種類設定されており、どちらもブラックとシルバーの2色展開されている。メートル版用の FA リミテッドレンズは、 MZ シリーズ以降の小型軽量化路線に伴い登場した新たな高級、高性能ブランドレンズである。妥協なく、高学性能重視一辺等であったレンズシリーズとは異なり、小型軽量でありながらも、描写の味と所有する喜びをコンセプトに作られ、アルミ削り出しによる共同や FA レンズ群から省略されたマウント指標が、尻尾焼き仕様となって復活するなど、 旧来のマニュアルフォーカス機種のデザインを多分に意識して開発された MZ-5、MZ-3 のために開発された。また、LX などの古い MF 機種での使用も意識されていると思われる。また他に類を見ない特殊な焦点距離は、プロカメラマンの経験や小型でありながら明るさを維持するために結果的にそうなったものである。 APS-C 汎用の DA リミテッドレンズは、エスティは、s t d シリーズの小型軽量ボディに合わせて登場した、所有する喜びに加えて、遊び心をコンセプトに作られた、新たなリミテッドレンズである。レンズを意識し、明るさに重点に置いた 35mm 番用シリーズとは、異なり、超薄型のパンケーキスタイルのデザインに徹底的に、こだわって作られている。 ペンタックス67用レンズとペンタックス645用レンズとの間にも互換性があり、アダプターで67用レンズを645用レンズに装着して開放速攻で使うことが可能である。ABCDEF、クラシックカメラ選化ナンバー9、35mm1、ガンレフカメラ p 7 4クラシックカメラ選化ナンバー9、35mm1、 ガンレフカメラ p 7 5 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a a b a c a d a a f a g i a j a k r a m 1 a o a p a q r a z a t AUAV クラシックカメラ選果 No.9 35mm1 ガンレフカメラ P77 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAABACADAAFAGIAJKRAM&AO アサヒペンタックスカタログ昭和50年1月版 ABCDE アサヒペンタックスの使い方 p 百四十四 P はマニュアルなどに表記されておりペンタックスブランドより K は 同時発売された K シリーズカメラより由来すると思われる。カマウント以降に実装された情報伝達用電子接点を持たず、M レンズにオートフォーカス機能用の電子接点を追加しただけのもの。A シリーズカメラ以降、レンズの焦点距離、内蔵ストロ防使用時に蹴られなどが発生する、不適合レンズなどの情報をボディ側に伝達する。 ボディ側のオートフォーカス機能駆動用モーター軸を受ける。S レンズ特別するためにバイオネットタクマーと呼ばれる。ABFA レンズのキャフにマウントレンズに搭載されているモーターはパワーズームの機能に対応。SF シリーズ、Z シリーズ MZ シリーズイストのフィルム1、ガンレフやデジタル1ガンレフに装着した時のオートフォーカス機能はキャフマウントレンズと同様。 カメラボディ内のモーターによる駆動となる。最新のレンズではあるが、SMC Pentax FA35MF に、AL のコーティング及び外観チェンジのマイナーモデルのためか、FA シリーズのレンズとして発売された。非球面レンズを搭載するが、型番上は、AL と記載されない。同時発売であるイ s と、Z シリーズ、MZ シリーズン価機など一部機種のみ。 カマウント以前の機種では最小絞りのみとなる 35mm フルサイズの撮像素子を使用している K1 と K1 マーク2ではクロップ機能によって DA レンズのイメージサークルをカバーする APS-C 相当の範囲が撮影可能また一部の超望遠単焦点レンズは 35mm フルサイズ相当のイメージサークルをカバーしておりクロップ機能の切り替えで フルサイズ相当の範囲も撮影が可能になっている。a b キャフにマウントのレンズを STID シリーズと K100D、K110D に装着した場合、レンズ内蔵モーターではなく、カメラボディ側のモーターによるオートフォーカス駆動となる。a b c ャ a f 3マウントのレンズを STID シリーズと K100D、K110D に装着した場合は、オートフォーカスが動作しないため、 マニュアルフォーカスによるピント合わせしか使えない。ABC CAF4 マウントの対応ボディは2013年6月に発売された K-50 以降の機種になる。それ以前の機種では絞りが駆動せず実質使用不可である。2017年12月24日にてオーダーカラーの受注が終了。ABCDEFDAL レンズはカメラボディとのセット販売専用品で 単体販売なし。同スペックの DA レンズから距離表示の省略とクイックシフトフォーカスシステムの非搭載とプラスチックマウント化でコストダウンを行っている。ABCDA 超望遠単焦点レンズの3機種は 35mm フルサイズ相当のイメージサークルをカバーしており、K1、K1 マーク2ではクロップ機能の切り替えで 35mm フルサイズ相当の 撮影も可能。色収差補正等のレンズ補正にも対応している。ただし、メーカー公式では、APS-C サイズ範囲外の過失は保証外とアナウンスしている。キャフマウントのデジタル一眼レフでは、使用不可 ABCDEFGHIJ、アペンタックスカタログ賞は四45年9月版。ABCDEFGHIJKLMN。 OPQRSTUVWXYZ AAB AC アド a AAF AG クス六万七千67645カタログ1990年8月版 ABC レンズシャッター内蔵レンズは絞り優先 AE とマニュアル露出の未対応カタログタックス六百645昭和59年7月版 645AF にマウントレンズはレンズ内 モーター方式のオートフォーカスを採用している。オートフォーカス駆動軸が省略されているため、645AF マウントを採用する 645N 及び6452では、マニュアルフォーカスとなる。絞り感の使用が、前提の 645N 及び6452では、絞り優先 AE が使用できない、ABCDEF ペンタックス110。 スーパーカタログ賞は58年3月版。ありがとうございます。